岡田菊治岡田菊治7月21日から1959年2月2日は、日本の衆議院議員、参議院議員、農林政務次官、栃木県芳賀郡、清原村出身、1914年、東京帝国大学法科大学政治科を卒業、同年の高等文館試験に合格し、宮城県志田郡町、北海道調理事官、石川県理事官を経て、 警視庁理事官に任命され、工場課長、保安課長、外事課長、特別高等課長を歴任した。その後、宮崎県所機関、警察部長、三重県所機関、警察部長に就任。1927年、京都市助役となった。1929年、岐阜県所機関、警察部長となり、翌年には、宮崎県所機関、内務部長となった。 退官後の1932年、第18回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。第20回まで3期連続当選を果たした。その間、与内内閣で農林政務次官を務めた。その他、日本タングステン株式会社取締役、日本竹織株式会社取締役、満州比較株式会社監査役などを務めた。戦後は、1947年4月の、 1> 第1回参議院議員通常選挙に民主党から栃木地方区で出馬し落選。しかし同年8月の補欠選挙で当選を果たした。1950年の第2回参議院議員通常選挙で自由党から全国区に転じたが落選。1953年の第3回参議院議員通常選挙で栃木県から再び立候補したが落選した。 ありがとうございます。